いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ワットだよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、2019年12月26日に山崎製パンより発売された、チコちゃんに叱られてる商品、チコちゃんの大好物を菓子パンに、ランチパックチャーハン風。こちらをご紹介したいと思います。さあ、チコちゃんの大好物にランチパックが挑戦です。卵、ベーコン、玉ねぎ、人参を入れ、醤油ベースにごま油を効かせた小橋チャーハン風フィリングをふんわりとしたパンでサンドしましたという商品です。はい、チコちゃんチャーハンタク書いてみます。チコちゃんに叱られるマークついてます。チャーハンらしさが出るよう頑張ってお米の炊き具合を工夫しました。ベーコン、卵入りでごま油を効かせて香ばしく仕上げました調理パンです。こういう作品になっております。乳成分、卵、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉含んでおります。肉は入っています。山崎製パンです。出ました。1個あたり122キロカロリー、水化物は 20.5g となっております。こちらを目安です。開けていきたいと思います。ね、こうなってます。はい、では開けていきます。こうなってます。いただきます。うん。チャーハン風ね。うん。うん、結構面白いね。チャーハンではないけれど、チャーハンみたいなものは出たできたと思いますよ。よかった、しまい4です。バーチャーしんじゃねえよ。はい、この動画が面白いなっていう方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画を見てくれればまた喜びます。ちゃんと押さないとチコちゃん怒っちゃうよ。ではじゃあね。